どうもこんにちは、世界的 VIP 健也です。こちらですね、もう長年使ってます MacBook Air なんですよ。もう古くてですね、結構きついんですけど、まあブログ書くのには全く問題なく使えてるんで、未だに使ってるんでございますけども、問題はそこじゃなくてですね、バッテリーがですね、もうだいぶ弱っててまして、ちょっと厳しいかなと思います。スマホだったりノートパソコンってやっぱりどうしてもバッテリーがねっていう話あると思うんで、今回はですねバッテリーをちょっと交換しようと思います。ちなみに僕ですね、3年前に MacBook Pro のバッテリー交換したんですけども、未だにね下手ってなくて十分使えます。同じくらいかな、同じくらいに iPhone 5もバッテリー交換自分でしたんですよ。未だになんか十分使えるなっていうぐらいの感じなので、ほんとバッテリーをね変えるだけでねめっちゃ回復するんですよ。ということで今回はこちらを購入しましたよ。はい、 MacBook Air 専用のバッテリーです。こんな感じです。なんかすごい薄いですね。でしかもありがたいことになんかドライバーついてきました。ということで早速ですねやりましょう。はい、まずですねこれ MacBook Air の裏蓋なんですけども、ここにネジがあるんでこれ全部外していきます。でこれ特殊なドライバーじゃないと無理なんですよ。僕特殊ドライバーいくつか持ってるんで使えるんですけども、今回は付属でついてきたのでこれ使いたいと思います。2種類ですね。まずは裏蓋外す用と中のねバッテリー外す用のやつが確か違ったんですよ。地道にやっていきたいと思います。はい、ということでねネジを外しました。こんな感じですね、裏蓋外すと。まずねやっぱりね毎回思うんですけどね、裏蓋ってホコリがめっちゃ溜まるんすよね。はい、こんな感じですね。バッテリーがもうガタが来てますねっていう感じですねこんな感じになるんですよね。ということで次はですね5箇所かな、ここの5箇所にバッテリーを固定するネジがはまってますんで、それも外していきましょう。はい、ということでねネジを外しましたはいいんですけど、やっぱりですね前の時もそうだったと思うんですけど、付属してくるドライバーだとなんかうまく外せないところが出てくるんですよね。2箇所だけこのドライバーじゃ外せませんでした。なんだろうね。ということでこれ持っとくと便利だよっていうのがあるんですけど、これを持ってたおかげでですねスムーズに行けました。これおすすめです。はい、というわけで早速ですね外していきたいんですけども、まずですねバッテリーここ繋がってますんでこれ外しましょう。ちなみにこれね上にピッてやると簡単に外れます。はい、外れました。こんな感じですね。うわすごいことになってるわ。ということで新しいバッテリーをつけましょう。はい、ということでね、バッテリーつけます。これ外すのかな、わかんない。まあいいや、つけとこ。まあ当たり前ですけどサイズはぴったりですね。はい、こんな感じで、あとはここ、これを設置して、あとはですね元通りネジをはめて裏蓋をはめて完成です。飛ばします。はい、というわけでですね、ネジ締めましたので電源入れていきましょう。はい、というわけで来ました。久しぶりにこの充電の赤いマーク見た気がします。はい、やっと来ましたよ。でこれちょっと見ていただきたいんですけど、見えますかね、ここ 99% にバッテリーがなりました。ということでバッテリー交換は成功でございます。いやーいいですね。これでノートパソコンとして外にガンガン持ち運びます。やっぱ Mac のキーボードとね、僕的にねブログを書く人は本当これおすすめだと思います。めちゃくちゃいいです。その代わり高いですけど、だいぶ使ってるので古いんであれなんですけど、新しいの欲しいなと思ったりするんですけども、まあまだ使えるんで使おうかなっていう、そんな感じですね。で一応ですね、細かい情報を見ておきたいんですけど、バッテリーのね、充電回数が出ました。充電回数3回、バッテリーの状態正常になりました。よかった。はい、まあ、こんな感じでですねバッテリー交換って結構簡単なんですよね。でスマートフォンって長年使ってるとバッテリー下手ってくると思うんですけど、スマホのバッテリー交換も簡単だし、ノートパソコンのバッテリー交換も案外簡単なので、ぜひですねやってみてください。なんかサポート受けられないとか細かいね注意事項とかたくさんあるんだけど、そこさえ守っていただければ何の問題もなく誰でもできますんで、よかったらですね皆さんもやってみてください。ノートパソコン生き返りました。お疲れ様でした。